こんにちは、こんばんは、やすまるです。パート3の続きやっていきましょう。パート3はオイルのあれうんぬんで終わったような気がするから、ここになんかボトルがあったよね。これは置いてって、あった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 、ライターもね、使うところがねあったような気がするんだよね。ライターとここにね、多分オイルを入れるんだと思うんだよね。これ置いとこ。オイルどこにあったかな。多分こっちのね部屋にあったと思うんだよね。ここ違うかな。違かったらこれぐるぐる探し直しになっちゃうけど、ここじゃなかったっけ。灯油はまだ十分に残っている、ボトルに移しますか。ただこれで、お、入った2で、ライターはなんか火のついてない暖炉があるっていうところがどこだったかな、あったから、そこでね使ったら多分いいんじゃないのかなっていうのでね、ちょっとライター持ってきたんだけど、その部屋どこだったかな。ちょっとその部屋まで行きたいと思います。多分ここの部屋だと思うんですよね。多分ここ違うかな。多分ここだったはず。おお、合ってる合ってる合ってる。ここですね、洋館2階の端っこ、めっちゃ端っこで、ここで火のついてない暖炉があるに、おっと、つけるんじゃないのかな。お、合ってた合ってた。ん？シリーフに掘られたラインが熱で赤く浮かび上がっている。これ明かりついたかって何かあんのかな。これなんか地図っぽいね。ここ見えるの地図っぽいよね。あと終わり？あ、ごめんなさい。シリーフじゃないですね、これね。俺絶対おかしいなと思った。これ、レリーフですね、これね。なんか字がちょっと。今は見える。今は見えるね。え、これって火ついただけ？だけだね。で、こっちは、いけないもんね。これは今ただいま積んでますね。これ、ここにあるやつは何も取れないもんね。これも取れないし、ここも行けないし、ちょっと地図で行ってないところは多分ない、多分行ってると思うんだよね。あとはあれか、ダイヤとか。でもオイルってどこで使うんだろう。燃やす？何か燃やすんだよね。オイルとライターで、鍵かやるとは思うんだけど、まだどこで使うかわからない。ちょっとここに、そうなんだよね。最初のあの時計のところも結局まだ謎解いてないもんね。このダイヤモンドがあるだけで、あとエンブレム、木のできた台紙、
壊れたショットガンはまああれで使うんだろうから、まあ出番がないだよねもうね。エンブレム、まあ、ちょっとあの進展があるまでちょっとぐるぐる回ってみたいと思います。どれぐらい先になるかな、結構ぐるぐる回るかもしれない。今ちょっとここの部屋に来てるんですけど、なんか光ってるんですよね。まだ撮ってないから分かんないんだけど、なんだろう、犬笛を撮りますか。犬笛、捨てられていたメモ、今日スペンサー卿に呼ばれてあるものを誰にも分からないところに隠せと言われた。いろいろ考えた結果、僕はあるアイデアを思いついた。それはその凶暴な飼い犬に守らせればどうだろうかということだ。あの犬はいつもお気に入りの大食堂2階の西テラスに西テラスにいるし、あそこで君の待つ犬笛を使えばいつでも呼び出せるんじゃないか。大食堂2階の西テラス、そこで君にお願いがある。あの犬は君にだけは懐いている。どうか君の手であの犬にこの首輪をつけてもらえないだろうか。この首輪にはスペンサー卿から渡されたあるものが隠してある。君は信用できるやつだから君に頼みたい。このお礼は必ずさせてもらう。君が前に欲しがっていた例のものがつてで手に入りそうなんだ。それでどうだろうか。すまないがよろしく頼む。ジョン・トルマン。大体俺これ読むの噛むよね。ってことは首輪もあるってこと？うんうん。大食堂まで、とりあえず行けばいいってことかな。大食堂にの2階の西のテラス。あら、そう。じゃあそっちまで行きましょう。まず食堂に行こうかな。大食堂までちょっと行きましょう。西のテラス、2階の西のテラスって言ってたけど、これはこの謎も解かなきゃ先に進まないよね多分ね。ここもいずれ解かないと、いけないとは思うんだけど、ちょっと2階の西のテラスかな。一応ここが2階ですよね。一応ここが2階だから、でもテラスだからどうだろう、こっちなのかな。ここで使ってみようかな。犬笛を吹いた。どう？え、なに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 、こらこら、わっ、おらこら、何してる。これ以上持てません。ね、あ、待て待て、あ、この犬笛もう必要ないようだ。捨てますか。え、でも、あ、ジル扉開けちゃったよ。戻りましょう。体力はまだ大丈夫だからね。お、ってことはちょっと進展があるかな。いるよいるよ。おい、いるいる。オッケーオッケー。あ、なるなる、ジルジルジル、コントローラーを今思いっきり動かしております。よいしょ、よかっ
あ、まだ大丈夫。いる？首輪を取りますか？取ります。あとはないか、あとはないか。ちょっと出よう。な、中入ろう。もう一回ちょっと読んでみよっかな。この首輪を使うじゃなくてちょっと調べてみよう。スイッチがある、押しますか。え、首輪の中にコインが隠されていた。何これ。え、鍵のような形に変形した。鍵のイミテーション、イミテーションクライ違います、全然違います。鍵の形をしているが、鍵として使うには強度が足りないようだ。そういうことか。で、あそこに、あ、鍵をチェンジするってことですね。鍵のイミテーションだから模倣ってことかな。模造品ってことか。お、じゃあちょっと進展してきたね。進展してきたよ。ここは反対からかかってんだよね。あ、じゃあ何の鍵だったっけ、あれ。あの鎧とかそういう感じだよね。ウォーシュ、ウォーシュ。ちょっとね、楽しんでやらないと危ないんでね。ゾンビだからね、楽しんでやらないと。で、ここの鍵をね、パート1かな。でね、ここを調子こいて取ったんですよね。これを取ります。取れません。私バカだな。使っちゃおうかな。もう多分ね、ジルは優しいから、優しい編だから、多分回復アイテムいっぱいあると思うんですよね。館の鍵を取りますか。で、これが起きるんですよ。大丈夫です、大丈夫です。押されてますけど、これを、はい、早く、はい、素早く、おお、ミス、よくミスる。このイミテーションを使います。 OK、 OK。 ジル今何使ってんですか。イミテーションはい、行きましょう。ここ先、この鍵って何の、普通の館の鍵調べるっていうか、あの、おお、ちょい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 、そういうことね。に限って違う、カブトなんだね。に限ってカブトなんだ。これメモっとけばよかったな。どこが鎧の鍵かとか。まあでもこの鍵があれば結構進展するね。よかったよかった。鎧の鍵だから、もうとりあえず地図で赤くなってるところを潰していけばいいよね。でもあそこは、あっちは反対側でしょ。お、イミテーション、イミテーション。とりあえず何かあったらイミテーションって言いましょう。お、いた、何かいた、何かいた。多分ね、新しい鍵をゲットしたから来てるんですよ。イミテーション、お、あ、待って待って、ストップストップ、ジル、ジル、ストップ、ジルストップ。あぶね。あぶね。あぶね。焦ってます。逃げましょう、逃げましょう。ここは？嘘やんけ、嘘やんけ。ちょっと今ストップです。今向こうの人、うおっ
ってきてるんですけど、ちょっとストップで行きましょう。あそこに階段があるんで、よいしょ。あ、ちょっと、あ、オッケー、オッケー。え、待って待って。え、あーべ、やばい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 。あの人、あの人おかしい。え、こん中入りましょう。今なんかあの中、向こう逃げてった人いましたよね。今逃げてった人いましたよね。ちょっと追いかけてみましょうか。の前にここ整理しましょうか。とりあえずこれでいきたいと思います。ライターは、どうしようかな。ライターも置いて、行こうかな。ライターも置いていこう。OK、これで行きましょう。で、セーブ、しとこうかな。セーブしとこう。OK かな。よし、外にあの子がいるかどうかだよね、今ね。ちょっとジル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 。よし。オープンしての楽しみですね。いるかどうか。お、ラッキーでも。あ、いる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 。いるいる。あ、やばい、強い。めっちゃ強いんだけど、あいつ。あの、待って、あいつナイフ落としてない？落としてないか。でも まだいるよ。お、起きてる。ジュラフコーツ、わー、助けて。これは死ぬ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 、これは死ぬ、これは死ぬって。ジル走って、うわわ、あいつ誰、あいつゾンビ、あいつはちょっと半端ない。でもここ誰か逃げましたよね。セーブしてるんで大丈夫です。嘘、こっち側に誰か逃げたような。使います。オッケー。ここ逃げてなかったっけ。気のせいかな。気のせいだったようだね。あ、そうだそうだ。ちょっとここ渡ったとして、さっきの首輪の手紙をちょっともう一回一回見てみようかなって言っても、あ、近かったね。うん、ごめんごめんごめん。あの首輪のやつはイミテーションだったね。イミテーションだった、イミテーションだったね。じゃあちょっともう一回くるって回っていこうかな。でも絶対誰かいたと思うんだよな。まあいっか、ちょっと無視しよう、無視しようっと。ここはなんだろう、なんか行くところ全部兜っていうね。全部兜。ちょっと開けさせてくださいよ。ここは普通に開いてた気がするから。でもさっきのゾンビちょっとランクちょっと上げられたゾンビだったよね。うん、ここは全部いけるかな。奥があれなのかな。うん、じゃあちょっと鍵のかかってるところまで行きましょうかね。いや、ジルズームで来られるとちょっと怖いから。え、なになになに、わーわー、ちょい、ちょっと待って、ちょっと待って、事件、ストップ、ちょっとストップ、ちょっとストップ。え、これを俺はどう逃げたらいいんでしょうか、どう逃げたらいいんでしょうか、どう逃げたらいいんでしょうか。こう、スーパージェレー、あー、ジル、ジル、押して、押して、ジルなら押せる、ジルなら押せる、頑張って押せる、オッケー、逃げて、ジル逃げて、ジ、こっちですね、こっちです、ジル逃げて、オッケー、オッケー。開けましょう。危な。なんかよ、鎧の鍵だよね。こう持ってからなんか半端ないんだけど、みんなが。で、ここまで来たと。ここは、あ、はい、はい、地図、はい、地図。地図開いてる時はね、なんか優しく待ってくれるんだよね、これね。ありがたいことに。で、一回逃れる。はい、あ、ナイフ持ったら、あいつ。
なんだ、え、入っちゃおう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 、ジラ入っちゃおう。怖いよ。だってナイフ持ってるとかもうズルじゃん。ここは？あ、絵を完成させるところからボタンを押して。うわー、ここ懐かしい。黄色のステンドグラスに腕輪をつけた勇者の絵だ。スイッチがある、押しますか？ちょっと押してみましょうか。勇者の絵がオレンジになった。これ順番があるんですよね。黄色のステンドグラスに頭飾りをつけた聖者の絵だ。スイッチがある、押しますか？聖者の絵がオレンジになった。これは？これは？オレンジになってるよ。うん、押さなくていいや。あれ？もう狂って回った？あれ？赤いステンドグラスに首飾りをつけた賢者の絵だ。はい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 。三つの魂に守られたリサ。頭飾りと首飾りと腕輪の装飾をつけた女性の絵だ。はい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 。ってことは、頭飾りをつけた絵は緑色で、首飾りの絵は紫で、腕輪の絵は赤色にしてくれってことですかね、これね。頭飾りが緑で、首飾りが紫。で、完成。わかった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 。完成させて押さないとカラスが暴れるってことか。あぶねえ、あぶねえ。そういうことだね、多分ね。で、来るかもしれないから。あ、僕今絶対爪がおかしいでしょ、あいつ。ってことは、それほどあの鎧のあの鍵がすごいってことですよね。腕輪は赤でしたね。ということは、赤ってか、まあオレンジ、こうやっていいってことですよね。で、これは頭飾りは緑だったかな。でもオレンジで、あ、ライトをつけてるのか。で、これを押すと、これ何でしたっけ。頭飾りか。頭飾り緑じゃなきゃいけないんだよな。ここはこれ押してみよう。真っ白。もう一回押すと戻るのかな。でも三原色のやつなのかな。はい、首飾りって紫だったっけ。だよね、首飾りは紫になりました。首飾りは紫になった。で、待ってよ。この首飾りは紫になって、頭飾りが緑じゃなきゃいけないんだよね。もう一回こっちで押してみようかな。元の色に戻った。で、頭飾りは赤でいいんですよね。ってことは、これをこっちじゃなくてこっちだけを押すとか。やってみましょうか。あ、緑になりましたね。頭飾りが緑で、首飾りが紫で、腕輪が緑になっちゃった。こっちをオンにしたら OK かな。おそらくここのボタンを押したら赤ってかオレンジになってくれるはずです。OK。これ頭
飾りが緑、首飾りが紫、腕輪が赤。いけるはず。頭が緑、首輪が紫、あ、オレンジ、オレンジ、オレンジ。いける。いけま、え、道が続いてるの？うわ、怖いんだけど。え、行きたくないんだけど。え、行きたくないんだけど、ジル。あ、続いてるっていうか、手に入るか。デスマスク。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック。スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。